ちは。アワーライフジャパンとチャイナのチンムーと申します。今日なんですが、カレーライスを作ろうと思います。正直なところ、毎日中華料理なので、私自身がたまにはカレーでも食べたいと思ったからです。家族に作るカレーはいつも肉なし。野菜も玉ねぎ、人参、じゃがいもぐらい。その日の気分でナスとかトマトとか、時にはブロッコリーとかを入れる時もありますけどね。すごい曲がってる人参。カレーって中国ではまだまだポピュラーではないです。カレーのルーは売ってますけどね。ハウスさんが頑張ってます。 SB さんも以前は販売してたんですけど、結構前に撤退したみたい。大連だとカレー屋さんもほとんどないですし、あったとしてもお客が入ってないですね。食べれば好きになると思うんだけど、中国人って結構保守的な部分があるのかな。普段中国で何食べてるのって聞かれることあるけど、意外にこれですって言えないや。皆さんは中華料理って言ったら何を思い浮かべますか？北京ダックとかエビチリ、フカヒレスープ、麻婆豆腐、水餃子。普段家で食べるものって、ちゃんとした料理名があるものって少ないかも。僕が名前を知らないだけかもしれないけど、いろいろな炒め物っていう感じの料理たち。正直、普段食べてるものでインスタ映えするものはないな。ただ近いうちに普段食べてるような家庭料理を動画にしたいと考えています。ありがたいことに視聴者さんからもリクエストいただいてるので。私が作るカレーは玉ねぎのみじん切りたっぷり。僕は時間を有効的に使うタイプだから、玉ねぎを炒めながら他の野菜を切っていく。時間はみんなに平等に与えられたもの。限られた24時間をどう使うかで実質的な人生の長さが変わる。時間の使い方にこだわるからか、野菜のカットも小さめ。なるべく早く火を通して次のことをする。嫁は私のことをいつもせっかちだという。それは私も自覚しているけど、その分
あなたとの時間が増える。今家で食べてるお米、この地名誰かが深く関わっていたような気が。それはさておき、このお米はとても美味しい。嫁はお米を研いだ水で野菜を洗いたがる。私にとってはどうでもいいことなのだが、嫁の意見に従う素直な夫なのだ。野菜を炒めながら米を研いだら、今度は野菜を炒めながら水を汲んでおく。これ中国で売ってるハウスのカレールー。煮込んでる間に味噌汁を作ろうっと。余っていた小さな冬瓜、日本の味噌はないからファンドをジャンで作ります。このまま中国で生活していれば、いつかは日本にいた期間よりも長くなるに違いない。だとしても日本の味が恋しくなるのだろう。カレーってその家その家で全然違う。息子もいつか
この味を懐かしく思ってくれるのだろうか。結婚前カレー食べたことあった？日本にいた時食べた。あるか。カレー食べたことない人いっぱいいるでしょ、精神のクラス。どういうこと？僕聞いたら、他人問カレーは何？せっかく作った味噌汁出すの忘れちゃった。